トレーニングを考案したと。そうですね、ペペサトシのリラックストレー、あんなに違います。僕が考えたのはザ・ピーストレーです。ザ・ピーストレー、はい、あのモーニング娘。の名曲ですよ。そうですね、そのザ・ピース、歌詞にこんなフレーズがあります。はい、ほーほら行こうぜ、ありますね。その掛け声を利用して一気にやる気を高めます。それがザ・ピーストレーです。なんかすごく単純な気がしますけど、じゃあとりあえず見せてもらいましょうか。はい、じゃあそれではやってみましょう。はい、皆さんこんにちは、サイトマッスルハロー中です。ザ・ピーストレーの最初に始まるほーほら行こうぜ、これを掛け声にトレーニングしていきます。トレーニング最中はとにかくほーほら行こうぜを連呼します。ただこのトレーニングの難点はほーほら行こうぜと言ってる間に何回やってるか分かんなくなります。そしてパートナーがほーほら一個おぜと言うとやめられなくなります。最終的にふざけているように思いますが、腕は意外と追い込めているのでかなりきついです。あんまりやすぎると顔がないんだけど、やっぱ限界なんですね。プラスピストル、あんまりやすぎると顔がないんだけど、まあ温蔵さんは10キロのプリントをさらに2枚つけてるのでかなりきついです。他にもなんかいいネタが思いついたらやっていきたいと思います。まあ、いずれにしてもハロプロに関連したネタでやっていきたいと思います。ここで温蔵さんもザ・ピーストレーを、まあ、これは正直自分でやり始めたので僕は温蔵さんにザ・ピーストレーをやってとは言っていません。自発的にやっております。まあ、このネタに関しましてはトレーニング最中に思いついたのでまた何かあればやっていきたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。埼玉スルハローの中でした。